それでは、微積分2の第4回の授業を始めます。まず、前回のまとめです。で、前回は教科書の第4.2節の偏微分と全微分からですね、まず全微分の復習と補足を行いました。で、それから合成関数の微分について説明しまして、で、高次変動関数に関する話を途中まで説明を行いました。で、今日の内容ですけれども、まず前回の授業で少し残りました高次変動関数に関する説明の続きから始めていきます。そして、今日の中心になる話題は次の4.3節テーラーの定理にあります、テーラーの定理です。で、それではまずですね、前回の高次変動関数の話の続きを進めてまいりたいと思います。で、そのために、前回扱いました、最後に説明しましたですね、定理をもう一度出して、その定理の証明からですね、進めていきたいと思います。で、高次変動関数に関しては、前回の授業の最後で定理4.10というのを扱っておりました。これ、教科書の140ページにありますので、皆さん必要な人は見てください。で、今、fxy という二変数関数を扱うんですけれども、この fxy が点 AB のある近傍でですね、その x の変動関数、y の変動関数、それから xy の変動関数、yx の変動関数、この4つが存在していて、かつその点 AB で、この xy による変動関数と yx による変動関数が連続であるならば、その AB における xy の偏微分係数と yx の偏微分係数が等しくなるというのが、この定理の主張です。で、この定理の証明が途中でしたので、もう一度この定理のですね、証明を補足しながら進めていきたいと思います。まず、証明なんですけれども、最初に、HK、デルタの HK っていうのをこういう式で置きますよっていうのを、前回の授業の最後のやりました。証明でうまくいく形でですね、その F の A プラス H と B プラス K から F の AB を引いたものをこう表すんですけれども、その途中にわざとこの F の A プラス HAB、それから、わざとでもない、これは F の A プラス H と B、それから F の AB プラス K、こういうのを挟むわけですね。で、このような式を用意した上で、このデルタの H と K に H を代入したものですね、これを H で2乗で割った式をですね、その H を0に近づけていった時の極限値っていうのを、これを2つ通りの方法で計算することで、この2つの偏微分係数が等しいということを示すというアプローチを取ります。で、その2通りの計算のうち、前回も説明しましたが、その1通り目でもですね、ここでは説明しておきます。まず、ラージ FX というのを先ほどの、この項からですね、取り出して、こういう形の式で置いておきます。で、そうしますと、このラージ FX を使って、この先ほどのデルタの HK っていうのが、ラージ F の A プラス H と FA の差の形で表すことができます。これは代入して計算すればすぐ分かりますので、そこは皆さん各自で確かめてください。で、この、こういう式を定めるんですけれども、まず、AB の近傍でですね、この F の X に関する変動関数が存在するので、このラージ FX っていうのは、X の一変数関数として、この X イコール A の近傍で微分可能であるということがまず分かっています。で、それともう一つはですね、次に、この FX に対して、一変数の関数のですね、平均値の定理っていうのを使いますと、この0と1の間のある次数セータっていうのが存在しまして、このデルタの HK っていうのが、この H と、それから F の1回微分の A プラスデルタ、あ、セータ1ですね。だから A と H のどっかの値に、どっかの場所におけるこの F の傾きですね、の積と、こういう形で表せるということが言えます。で、ここでですね、この式からを使うんですけれども、ここでまずこの FX はこれですね、 FX はここにありました、ここにありました。これをまず X で偏微分してみます。そうしますと、これ F プライム X ですね、ここは一変数関数として
x で微分したから、まあ、f プライム x で書いたんですけど、右辺の方は、これ一応多変数、スラープスモール f の多変数関数なので、これを fx で変微分した形ですね。で、そうすると、まあ、単純にこの右辺は x で変微分するとこう表せますということで、で、それを使いますと、この f プライム x ですね、この f プライム x に、この a プラス θ h を代入した式っていうのは、ここにのところにですね、x のところに a プラス θ h をこう代入した式になるわけですね。ですので、まあ一応このデルタの hk っていうのはこういう式でこう表すことができます。で、ここら辺の話は、まあ教科書にの方には書かれているんですけれども、まあこの辺の導出が少しまあ行間がありますので埋めてみました。ので、まあこういう置き換えをやるんだということを各自確認しておいてください。で、ここでさらに、今度はですね、どこに書きますか。A プラス、こっちですね、この後ろの方の方ですね、fx の A プラス θh と B という、ところ、この方に着目します。で、ここで、その、f のですね、x と y によるこの変動関数が存在するので、まあ、この部分に対して、平均値の、定理を使うとですね、まあ、ある θ プライムっていう0と1の間の実数が存在して、この fx の a プラス θ、これ b プラス k ですね、ここ b だったのをこれ b プラス k に少しずらしましたと。で、ずらしたやつっていうのは実はこの fx のこの b、y が b におけるこの関数の値に、この fxy の変微分、で、この B から少しだけずらしたところの値、ここでおけるその変微分係数ですね、これを競倍したもので表すことができます。で、これちょっと注意していただきたいのは、今ですね、この X の変数の方は全部固定して考えているので、X は定数だと思って、これ Y に関する1変数関数だと思って見てるわけですね。ですので、この平均値の定理というのも当然この y の部分の一変数関数として見た時の平均値の定理を使ってこういうふうに表せるというわけです。で、これで実は fx の a プラス θh と b プラス k っていうのがどこにあったかっていうとここにあったんですね。すみません、ここにあったのでこれをこれで置き換えます。そうすると先ほどの式の fx の a プラス θh と b プラス k っていうのを置き換えるとちょうどですね、この a プラス c、どうなってたっけ、そうか、これを置き換えるわけですね。ここを、この部分を、これで置き換えると。そうすると、ここに代入されると。そうすると、実はこの fx の a プラス θhb っていう、この、項がですね、1番目に出てきて3番目に出てきて、これプラスマイナス符号が反対なので、これ打ち消しあってですね、で中の項だけ残りますと。このようにして、教科書の140ページの下から3行目の式が導出されます。一応この導出過程を少し詳しく書きましたので確認しておいてください。で、これで、あと f の xy、xy の変動関数は、まあ、ab で連続ですから、この、式で、この k のところに h を代入して、で、h を0に持っていくと、これがちょうど、これですね、hk だったんですけど、これ、k、h、k のところに h を代入しまして、で、h を0に持っていけば、これ、fxy の ab における変微分係数に等しくなるというふうになります。という形で、この、まあ、定理で示すべき指摘が示されますので、まあ、ちょっとこれ以上解説はちょっと難しいですかね。ここから先はちょっと皆さんで実際に自分で考えながら式代入していって計算してってください。それで分からなければ、また質問に応じますので、まあ、それでちょっと考えてみてほしいと思います。
で、あと、括弧2番、これは、y に関する、導出ですね。これも、先ほど今のと同じように、行うことができますので、まあ、1回目の導出ができましたら、2個目の導出も、ぜひ、皆さん自身でやってみてください。はい。とりあえず、以上が、この定理の証明です。ここまでよろしいでしょうか。はい。それから、これから使うですね、言葉の、一応確認をいくつかしておきます。これからの、議論の中では、その何回微分できて、何回微分できて、それが連続かどうかっていう、関数ですね、ある関数を対象に、その関数が何回微分できて、それが連続かであるということを、こういう場合が多いので、それをこう簡潔に表す言葉をいくつか定義しておきます。まあ、具体的に言うと C の R 級とか C の0級とか C の無限大級といったような言葉ですね。で、今ですね、この D をこう R2 の領域としておきます。で、その時に、まず最初の言葉の定義ですが、FXY が D において C の R 級は、もしくはその R 回連続微分可能という言葉の定義は、これ D において F の RG 以下のすべての変動関数が存在して連続であると。RG 以下のすべての変動関数ですね。が存在してすべて連続であることを言います。で、2番目は、FXY が D において C の無限大 Q というのは、これは任意の自然数 R に対して F が D において C の RQ であるということを言います。さらに、最後、fxi が d において c の0級というのは、これは単に f は d において連続であるということを言います。で、今後の定理の証明だとか、いろんな議論の中で、c の何 r 級とか c の n 級とかっていう言葉がいっぱい出てきますので、まあ、その度に何の意味を指しているのかというのを一応ちゃんとパッと思い出せるようにしておいてください。はい、それからですね、高次変動関数に関しましては、先ほど説明しました定理 4.10 を使いますと、その fxi が d において c の r 級であれば、はい、ここで早速c の r 級って言葉が出ましたので、意味を確認しますと、rg 以下の変動関数が存在して全部連続ですね。だから、まあ、最大 rg までの変動関数が存在して連続であれば、rg 以下の変動関数の変微分の順序を交換できると。いうことに注意してください。これは先ほどの定理 4.10 から導けます。で、そうしますと、その RG の変動関数をですね、この一時的に表示することができます。すなわち、その RG の変動関数っていうのは、その、この、もともとはその X と Y で変微分するから、その X、何回目に X で微分して、何回目に Y で微分したかっていう、こう順番がついて回るんですけれども、一応この、全部変動関数が連続だと、その変微分の順序は交換してもいいですよっていう性質がありますから、そうすると、じゃあ最終的にはこれ、この変動関数っていうのは、x で何回変微分して、y で何回変微分しましたよっていうふうに言えば済むという話ですね。はい、ということで、例えば、x による変微分が s 回、あ、これ、f で xy が c の r 級としまして、だから r 回変微分可能です、しかも連続であると。でそして x による変微分が s 回行われている場合っていうのは、まあ、例えばこんなふうに x で s 回変微分して y では r-s 回変微分しましたよっていうふうな形でこう1位に表すことができるというわけです。まあ、一応、まあ、ちょっとしたことですけれども割と数学ではいろんな証明をするときになるべくその記述を簡潔にしていくっていうのがこの議論の道筋をこうより明確に、あるいはその煩雑さを避けて単純にできるっていうのがありますから、だからそういう意味で、こういう、まあ、技というほどでもないですけど、こういう小技をですね、使うこともありますので、覚えておいてください。はい、ここまでよろしいでしょうか。で、次がですね、括弧6の仮微分写像となっておりますが、ここは今回は一旦スキップします。理由なんですけれども、この6の仮微分写像のところでは、もっと一般の関数を扱ってます。もちろん、N 変数で、
実数値を取る関数もあるんですけれども、それ以外に N 変数で M 個の実数値をの組を取る関数というのを扱うんですね。でそれっていうのは多分知ってる人はそのベクトル解析などという言葉で知ってると思うんですが、まあ、そういったより一般の関数に関するその写像の、に関するこう微分の話に、がここでちょっと出てきております。で多分物理の人たちはもうすでにこういうのを使ってるんじゃないかなと思うんですけれども、僕も自分の経験を思い出すと僕も大学入って当時筑波大学は3学期制でしたから1学期にこう電なんか電磁気学かあるいはそういう物理の演習があって、そこで何も知らないのにこういきなりグラディエントとか出てきて「ってみんなで言ってた覚えがあるんですけど、まあ物理の人たちはそういう意味ですでに使ってるかもしれませんが、まず一応今のところは2変数の実数値関数で一応きちっといろんな性質を掴んでから、まあ多分この授業のペースだと少し時間が余ると思いますので、まあ、その時にここの説の話についてはまた戻ってきて説明したいと思います。それではこのまま次に進みます。